これは美味しいよ。ほらシャン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 。こう気をこれはい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 気をよくしてはいはいとかね。お腹さんはいはい。はい皆さんこんにちは。5代目チョロマツでーす。夏迎えましたジョージさん。はい。ではまたチョロマツさんまた広島の A さんと F さん。あいつも連名でいただくんですが、またちょっとね、貴重、本当に丁寧なお手紙をいただきまして、本当にいつもたくさんね、応援していただいてありがとうございます。こんなすごい丁寧なお手紙をまた、本当にいただきまして、本当に身に余る思いで、私もこのしっかり何回も、お手紙を読まさせていただきました。実はね山口公演の時に6月の、どうしても先代の紫義政の、本をぜひ拝読したいという申し出がありまして、会長の方にお願いをして、一冊用意していただきまして、その A さんに、先代の会長の本を差し上げました。で父は父じゃない、パパね、パパ一だね、パパじゃない、会長前会長、前会長です、初代会長です、一冊貴重な佐野町の復活に、携わる関わる本で先代の村杉義政が著書に残しておりまして、それを、広島の A さんに差し上げました。でその読んだ中での感想と、講演のことも感想を書いてたくさん書いていただき、本当にすごい、もうこれ私これ返事書くのにどうしようかなと思うぐらい本当に立派な、お手紙をいただきました。その中でやっぱり先代の会長が言ってる言葉の中にね、一つ紹介したいと思います。これね、私たちも本当に絶対ここは考えなきゃいけないことで、この方にもすごく印象残ったところらしいです。いくつもあるんですが、その中の一つで、鎖につながれてキャンキャン鳴く犬を見るために忍びなかった、存分に走り回ってこそ犬の人生である、私は、怒りながら腹の中で思う、これでいいんだ、鎖につながれて10年生きるより自由に走り回って一生生きた方が、本当にこの方からその紫義政さんの、この言葉の中に信念そのものを感じたというふうにおっしゃってました。もちろん私たちこの仕事をする上で、こういうねこれ棚って言うんですが、棚をつけて当然舞台に立たなければ、これはもう長田さんっていうものがやはり日本のね、法律の中で決まってますんでね、本当に危険な皆さんが思ってるほど、そういう簡単な動物ではないということで、これは必ずつけなければ当然舞台に立てないんですから、はい。だからまず一つそこは理解してもらわなきゃいけない。ただ私たちはこの棚で芸をさせていただいて、やっぱり気持ちと、何年もかけて築き上げたこの、お互いの信頼関係と、そこの中でしっかり芸を育んでいくと、そして、お互いの気持ちをやっぱり一つにして舞台に出していくということを私は体現しているので、そこはね本当に私も本当によくそれは思います。ね、やっぱり私も常に紫義政を見て育ってきたので、この仕事はやっぱり父を見て育ってきてこそ、そして紫義政が私にどういう教育をしてきたかということをずっと子供の頃から振り返りながら、そしてチョロマツという
もう今まで5代目、いろんな5代目、さまざまな性格の5代目と付き合ってきました。そのおさらさんと、やっぱりおさらさん、それの個々をやっぱりしっかり個性を自分がしっかり勉強しながら、そういう芸を運んできたということだと思います。これからもしっかり頑張っていきたいと思います。また、もう一つね、八幡さんが大事に持ってますが、姫職の A さん、F さんから、歌手も一緒に添えて送っていただきました。これ何ですかね、ジョージさん。え、これ何ですか、これ。それ、なんか、これちょっと待ってください。これ、しゃもじの絵が描いてありますね。何ですか、これ。何て書いてあるんですか。これはですね、何て書いてあるんですか。あ、尺子です。ああ、そうなんですか。はい。読めるんだ。読めますよ。あれ、あれじゃなくて、あれ、あれ読めることにしといていただけませんか。すいません。あれ、しゃもじ、聞こえた、聞こえた、はい、聞こえました。しゃもじせんべいと呼んでしまいました。だね、広島の人はしゃもじしか知らない。これちょっと開かないんですけど、ちょっと待ってください。そう、私不器用なんで、こういうの開け、開け、開けるのがなんか、ちょっと一回カットしてジョージさんが開けますということで、ジョージさんが苦労して開けてくれました。開けました。まあ、あ、いました。立派なしゃもじ、すごい。よかったね、チョコさん。はい、チョロちゃん。あー、美味しいね、これ。ちゃんとありがたく食べてね。ありがたくね。あの、一口でね、パクパク食べないでくれる？これは美味しいよ。これはシャンシャン、シャンシャン、シャンシャン。こう、気を、これ、はい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 、気をよくしても、はい、はい、とかね。お腹さん、はい、はい。ちょっと待って、パクじゃない。もう一個だけね、もう一個だけですよ。はいはいはい、はい、がうまくなりますように。シャン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 、ね、気持ちも強くなりますように。トーマスさん、ジュニアに喧嘩に勝てるように。今日の朝も逃げてました、ジュニアから。シャンシャン、パク。一気に口の中入れちゃうね。いや、本当ありがとうございました。ありがとうございます。あの、またこの後、あ、みんなみんな、あの、おさらさんにちゃんと、もちろんチロマツだけなんで、みんなに配れるようにしっかり頑張りますので、本当に広島の、A さんと F さん、いつも本当にありがとうございます。本当に、あの、丁寧な手紙もいただきましてありがとうございました。またしっかりなさすみ頑張っていきます。今週末ね、せいちゃんちゃんと応援しに行ってくださいよ。はい、せいちゃん頼むよ。お願いします。はい、撮影ジョージさんでした。はい、ジョージでした。そしてチョロマツ。チョロマツでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。一応。久しぶり。一応、約束の威嚇です。ありがとうございます。威嚇です。威嚇です。ありがとうございます。威嚇です。すいません、しゃもじと読みました。ありがとうございます。ありがとうございました。